はい、今日ね、お待たせのヒラメなんですけど、これ天然のヒラメね。これでサイズがね、50センチぐらいかな。これで 1.5 キロです。で、これ見たら分かるように、お腹にね、餌を多分食べてると思うよ。で、ヒラメとかってフィッシュイーターって言うんだけど、こういう餌食べて死んだ後、ここに餌が入っとったらすぐ悪くなるんよ。で、すぐ腐れてきて青くなってくるから、反対側が。で、これちょっと後ろ向けに嫌がるけど、これほら真っ白でしょ。で、たまにこの色の模様のついてるやつがおるんやけど、これなんでかって言ったら、養殖物に多いんやけど、色のついてるやつはね、稚魚の間にストレスを受けただけ色が黒くなるんやわ。だから例えば養殖の技術のすごいところっていうのは、この裏がほとんどそのあれがついてないはず、模様が。で、天然のやつってやっぱりストレスなく泳いでるからね、こうやって真っ白なんやけど、養殖もやっぱストレス抱えてるから、そうやってね、色のね、こういう色が映るんよね、後ろに。それも幼い頃に抱えた過度のストレスらしいです。これもちゃんと研究者が言ってました。はい、一応ね、こういうの締め方、ヒラメは左向いてで、左ヒラメね、右カレーね、こっち側ね、左ヒラメ、これ右カレーで、はい、まず、ここ見て、 T の字になってるんやけど、ここ、この境目、目がここにあるから、ここが脳天やというね、ここがここだから、この T のところ、ここをつくだけ、こう、これね、やるときタオルとかでやった方がいいよ。で、まあ、両手軍手した方がいい。いくよ、ここで、この T のところ行けば入るから、こうやって。で、これで締めました。これの手今入ってるんやけど、OK、 これで入ってました。でね、これね、僕のその究極のその血抜きのルーツなんやけど、宮崎ってなんでか知らんけどこうしはるんよ、ヒラメだけで。僕が一番最初にやったんは、寝かせるためにお腹の中の餌を取ろうと思って口の中に入れたんや、こうやって。そなら血が出てきたわけ。これから、これがルーツ、僕の血抜きの。圧迫されて口の中、お腹の中のこの餌を出さそうと思ってやって、吐き出すことをしながら、ミタンがこれね、こっから血が出てきた。これがルーツなんや。これからもしかしたら血出るの違うかと思って押してみたら出たんがルーツだけど、で、今はもうだいぶ変わりました、ね、で、一緒ね、もし釣り場やったら閉めました。で、もうここ切らんでいいです、とりあえず閉めました。でも、あとは水でもいいから、海水でもいいですよ、全然。海水が悪くないから、刺して釣れたらね、釣れたら刺す。で、こう、この感じ。で、入れて、で、入れて、あとはもうこれだけ。これをね、1分ぐらいしたらね、だいぶね、エラの色変わってくるから。まだ出るやろ。ほら、気になってきたらエラの色が。これがね、白くなってくる。これだん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 白っぽくなってくる。下は OK。これだいぶ白くなってきたよ。こんな感じ。で、これでも、もうその日のうちやったらいいよ。このまま持って帰ってもらって。で、まあ、家持って帰ってきました。で、そこから、このホースでやる究極の血抜きするのもいいし、今度、今ちょっとまだこれ研究してんねんけど、これ折れやすいんやわ、ものすごい。だからここをちょっとね、変えて折れにくくて、使いやすいようにしようかなと思って今考えてるんですよ。だからちょっとまだ販売の方まで行けへんねんけど、こいつがあったらこいつで、これここは神経の穴、これが背骨、これが血の出る動脈の穴ね。まず神経の穴刺す。でね、これだけでは抜けへんときある。
これね、多分神経はもうここまでいってるんやわ、ドーンって。で次血を抜く、まだ血が出るよ。出てきたやろ。これが動脈に入ってる血、わかる？動脈に入ってる血。よいしょ。これでなくなった。これもほぼ完全に血抜きが抜けてる。でここでもう一回、もしこれね、販売されるようになったら、今これで止めてるけど、クリップで止めてすぐ外せるようになってるよ。はめやすくて外しやすくて、クリップで止めたら抜けへんような感じで作ってあるから、これちょっとまだ見せられへんねんけどね。ならもうこれ抜いてもらって通して、もう一回最後ちょっと仕上げに血を抜くね。もうほぼ水です。もう何もない。出てこう。で、これのね、血抜きの欠点があるんやけど、なんで今こればっかり使ってるかって言ったら、これやったらね、もし船とかなんか暴れさせたりしたら、うっ血するんよ。うっ血したところに、これで圧力で、この太いところから細いところにこう水を行こうと思ったら、その圧力でね、うっ血が広がるんやわ。だから僕らパッて見た時にその鬱血までは分かれへんから、だから点の鬱血がこんな鬱血になってしまうんよね。でもこれの場合は細いところから太いところに行くから鬱血が広がれへんのよ。だからまずこっち側で流してしもって、ほとんどで最後でこれでフィニッシュするっていう感じしたら、もう完全に抜けてるから。でこれちょっと今手書きで刺したでしょ。これ でこういう感じになるでしょ。あんまり物刺してもダメなんよね。だから切るのがいい、刺すんじゃなくて。でヒラメってね、どっちかって言ったらあんまり油を持つ魚じゃないから、ハメって全然よね。こっちも分かる。今エラを切りました。でここ顎のところ落としました。でこうくっついてるよね。でこれも落として、まあこれまたね詳しくするけど、で、こういう感じで袋を取りますね。だいたいひらめてポンって出てくるから、こうやって紐で最後圧迫で、もうひらめの場合はね切らんでいい、圧迫でだいたい出てくる。水をかって入れたら出てくるから、内臓が。ただねちょっとねやっぱ肝を壊してしまうから、キープポンとこんな感じね。で、あんまり寝かせるもんじゃないよね、ヒラメって。ヒラメって大体、寝かして2、3日かな。あんまりしたらね、縁側がね、悪くなってくるから、あんまり寝かせん方がいいかな。まあ、寝かせるときは一緒。ティッシュ詰めて、ペーパー詰めて、巻いて、で、真空状態にして、真空状態わからんかったら、前の動画あるから見てみて、真空状態にして、水の中に放り込んで、寝かしてあげて。で、完璧な。こんな感じで。頑張って釣ってください。